団子汁は大分県の郷土料理である。県内各地で食される。なお、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県にも団子汁と呼ばれる郷土料理があるが、本記事では大分県の団子汁を主に扱う。小麦粉で作った平たい麺を味噌仕立ての汁に入れたものである。汁にはごぼう、人参、しめじ、豚肉などが入り豚汁に似ている。 だしには、いりこが用いられる。この、団子は、小麦粉を塩水で練り耳たぶほどの硬さになったものを一旦寝かせ、それから生地を親指台にちぎって一つ一つ手もべし平面状の形にしたものである。手のべすることで、歯ごたえが良くなり、汁も絡みやすくなるという。地域によっては、面状ではなく、ちぎった生地を引き伸ばした、文字通り団子状のものを用いるところもある。 大分地方では、平地が少なく、古くは、米が思うように取れず、麦の栽培の方が盛んであった。そこで、数々の麦を使った料理や加工品が作られてきた。その中で団子汁は、平民食であり、晴れ時けで言えば、家の日に食べられるものであり、麺類ではあるが水遁に近い食べ物である。なお、この麺状の団子に、きな粉と砂糖をまぶすと、 ヤセウマという大分県の郷土料理になる。ヤセウマは県内で広く食されており、涅槃会やお盆、七夕などのお供え物としても用いられる。小泉武雄の食味学、団子汁、ふるさと食風土器、グルメ、旅ム。 読売オンライン、http コロンスラッシュスラッシュ www. 読売り .co.jp スラッシュ旅スラッシュグルメスラッシュ fudoki スラッシュ 20061024tp02 と htm2007 年4月1日閲覧。abc 豊田、62ページ粉食文化文語、料理、大分の食文化を紐解く2020年2月2日、閲覧豊田。 64ページありがとうございます。